盛り上がった上で、最後後半甲子園で行くっていうことだよね。本当に分からないですよね、でもその先力からが、分かんないですよね。盛り上がったって試合だった。試合で、あとはね、いや、そこですよ。だから誰かも2部制にしたらどうかみたいなね。あ、それ松井さんね。松井さんもね、やっぱり大体会場の問題もやっぱりありますよね。まあ、その場所はいいのかもしれないけど、やはり、まあ、見てる人と、そうで若い子供たちのことを考えれば、将来的には東京と、まあ、一番いいのは大阪桐蔭の方なんだけど、やっぱりみんなあの甲子園出したいことでやるでしょ。そう考えるとさ、合理的に考えればさ、どうもないと思うんですね。もう天候はね、もう予定通りになりますからね。まだ怖いもんじゃなかったことだろうなって。Thank you.
び心がいいと思うね。可愛くなったと思って、でそれを今度愛とか言ってたら、愛ですね。月間最優秀を選んでいきます。